始まるぞ。どうも、カズヤヨルリンです。ですね、たった今ですね、また中国から届いたんですよ。今回ですね、せっかくなんで、開封動画という形でですね、やってみたいと思います。大体、こんな箱でいつも届きまして、で、3ピン169センチなんですよ。いつもの桜木なんですけども、すっごい大きさですね。し、奥行きもすごいあるんで。よし。なんていうか、やってみたかったんですよ。福袋開封動画みたいの。じゃあ、早速開封していきたいと思います。はい。はい、こんな感じですね。まずですね、こちら。超級流信号 X ってやつですね。これは5体の、箱めちゃめちゃくして、5体の恐竜メカが合体して、このロボットになるっていうやつなんですけど、そこ押した方がいいかな。よし。こんな感じですね。あー、かっこいいなー。いやー、ただですね、俺まだ、この前届いた真珠舞踏を開けてないんですけど、正月中年なんとか遊びたいと思います。よいしょ。で、次が、これ。これが欲しかったんですよ。カイナーっていうですね、中国のそのガンプラみたいな感じなんですけど、プラモなんですよ。中国の技術がどんなんかなと思って、ずっと欲しかったんですけど、で、これも4年ぐらい前に最初出てて、で、最近なんか再販されてみたんですよ。あー、組み立てるのすっごい楽しみです。次が、なんだこれ。あー、これ多分、中国のなんていうか、爆弾じゃなかった。無限倍みたいなやつですね。いろんな目が合体してこれになるっていうやつで、あー、なるほど。バラバラに来たんで、窃盗箱もあったと思うんですけど、個人的に窃盗箱で良かったんですけどね。こうバラバラにされると、その分送料かかるんで、届いただけよしとしましょう。こんな感じで。で、次が、はい、神獣皇后5のですね。まずはエイのミカですね。よし。こんな感じのやつで。で、次が、これですね。はい、神獣混合。新しいやつ。あと、これ神獣混合って知ってますかね？大獣神の、なんか、魔改造したようなやつを、神獣混合1だったんですけど、それのシリーズで、今はですね、こうやって中国も独自にちゃんと、ロボットにして売ってるんですよ。これは12寸サイズなんでめちゃめちゃでかいやつですね。よいしょ。で、これですね。最初に紹介した竜神号 X のですね、各メカがロボットになるっていうので、ティラノサウルスのだけ買いました。すごい綺麗なんですよ。この辺、いいなって思います。よし。あとは何かな？お、なんかまた。これいいんすかね？これ、ダイナ？これ、ちゃんと、ちょっと映ってはいけないものだったかもしれない。あとは、あとなんか、うっすらとニッパー的なものが。なんかカイナーを買ったらおまけでついてくるってやつだったんですよ。ニッパー。そんなもんですか？お、なんか入ってる。あ、あとピンセットですね。日本語ですね。へぇー。し、これで、空ですね。全体的に、
こんな感じですね。はい、まあ来年も日本の福袋は買わないで良さそうですね。さて、まあちょっとこれを全部レビューしていくとなると1月いっぱいかかりそうなんですけど、まあしっかりと遊んでいきたいと思いますんで、はい、応援よろしくお願いします。ではカイゼリンでした。ありがとうございました。失礼します。